ザイル大宇商用車は大韓民国の自動車メーカーで元は大宇自動車のバス部門である2002年8月設立本社は不山広域市韓国国内での販売は他の旧大宇系自動車メーカー同様大宇自動車販売が担当する現行の最高級モデルである BX212H は日本に初めて輸出された韓国製バス車両である 日本に輸出されている車両は、右ハンドル仕様の日本専用仕様で、2005年5月に、三電観光バスに初導入された。同クラスの日本製バスに比べて、約2、3の低価格を売りに、現在までに観光バス専業事業者を中心に、数社での導入実績がある。日本では、ビラーアライアンス、三電交通など、複数の代理店によって販売が行われている。 2012年のモデルチェンジで BS や BC 等の一般路線向け車種のネームにニューが追加されていたが2019年のマイナーチェンジの後からは元に還元されている。2020年に生産工場が韓国ウルサン広域市からベトナムに移転された。ありがとうございます。